インフィルトレーション号機隊梅原龍、行ってみましょう。お願いします。さあ、去年のあの時から変わっているか、成長しているか。アルコンが合計は2ですね。怪力人生でインフィルトレーション、ここまでは非常に丁寧な立ち上がり。中距離から踏み込まないですね、両者。高速大足、バウンシャなど、大胆な手で、距離がきっちり見えている。大足が当たる、インフィルトレーションが先にチャンスをつかむか、大足で押し返した。ザンク、相打ちになった。チーズターの中にプレッシャー、おっと踏み込み、コパン。タイムリードは若干あるのは今だというところ。ゲージ差はここでついている。おお、中は灼熱セミ滅、一瞬の出来事。残り時間は10秒。ワドモリジャンプ序盤、これは和王戦の最後で見せた超反応、超反応空対空ですね。イエクザンクもね、はい、ケアしてますから、で正解ですね。さあ、ラウンドを取ったのは梅原。非常に静かな立ち合いの中で勝負を決めたのは中足灼熱からの攻め熱だった。そうですね、やっぱりこう大きな、ね、あの大足を警戒しながらの竜の押し込みがかなりうまく見られますね。さあ、ここも前に出る。あら、バックジャンプはしていたが勝利引っ掛ける。さあ、インフィルトレーション、シュラセンク、おっと、この大足は痛い。相打ち OK、前に出る。そう、攻めあぐねているようにも見えるが、チャンスを伺っているか。梅原はどっしりと構えてハードを打つ、ハードを打つ。打ち合いになる。両者のゲージが溜まっていく。どこから動くか。左を警戒、横も警戒。さあ、梅原は慎重ですね。そうですね。ここでまたジャンプショーパン空対空、確実にあれを待っていたか。そうですね、なかなか梅原が地上でこう、まあ、合計の大足をね、食らわずに足を仕留めるっていうのはね、はい、なかなかすごいですね。さあ、ダイゴスが当たる。距離があったので踏み込み投げを見せる。さあ、ここは空陣うまく刺したが、そのあとは続かず、空対空。ドリンフィルがゲージをどんどん吐きますね。さあ、波動拳。さあ、シロさん、はい、いつぞやというかですね、インフィルトレーションがもう誰でも止められないんじゃないかと言われてた時に、はい、波動に対するセビマイステの反応は、そうですね、尋常じゃなかったと記憶してるんですが、はい、でもそれが今見られていない。そうですね、今一度もないですね、はい、こういう今ね、弾食らっちゃってますもんね。食らってしまってると。おっと、コパンド落とす。そう、後ろから、なんおっと、勝利率になる。昇竜セミ、昇竜。さあ、どう決めるか、それともまたじっくりいくのか。梅原直熱、その感じだが、さあ、今距離をキープし続ける。ここで大足が噛み合った。インフィルのチャンス、ここで崩せるか。しかし、あの、うまく崩して大番転勝、怪力人。さあ、どうだ。
おっさ、これでほぼ五分さっしょー、これが反撃ののろしになりますかね。これはありますかね。さあ見事な逆転を一つ演じたインフィルトレーション。さあ翔さん、先ほどお話の途中だったんですが、はい、その波動拳をセビーマイスでできずに食らってしまっている、はい、これは上から側の打ち方になるんですか、間合いになるんですかね。なんか波動以外の布石がやっぱり あるんですよね、うん、波動以外のやっぱこう踏み込んでの中足とかそういったノイズが多いので、はい、どうしても絞りきれないですよね。うわっ、きっちり引き付け昇竜。タイムリードはインフィルトレーション。このまま守れるか、このまま試合を作れるか。タイムリード上原、ここも波動の出かかりに大志が噛み合った。さあインフィルはここで一つ返したいところ。さあリズムが良くなってきたか。さあ波動の整理が軽快になってきた。ちょっと瞬間怖くなってきましたね。入ったが中大、おっと危ない、怖かった。おお、ここで打ち返す愛称系。さあこっから後ろ頭大足。そうですね、まあ追いかけて追いついた。しっかりヒルコンニをね出させなくしてからの大足ですね。これで2ゼロ。ショルで落として、波動はかなり生きてますね。おっと、これは地上の差し合い。なんか、ここは EX 勝利で切ってきた。タイムキーの梅原、先ほどはもう勝ち試合と言っていい内容を作れただけに、インフィルトレーションとしては乗れそうだったリズムにいやいや乗り切れなかったと。おー、ブロッカー上を通す大中竜巻。原がおっと、インフィルを飛んできた。ジャンプを打って投げを打って、次は表、そんなのかかるね。くぐっている、真空竜巻滅波動拳。これで対応追いついたか。おっと、足が待っていた。押し向きは芥川昇竜。さあ、体力リードは梅原、おっと、いい踏み込み。これはミスになってしまったか。きっちりと着地攻めで梅原3勝目。さあ、ここまで3試合終えての 3-0 梅原。さあ、あの時のエキシビションとはまた違った内容の試合を作る両者。ポイントは梅原の波動拳、そこに対するこのインフィルトレーションの大足。波動打つ、波動打つ、プレッシャーになる。踏み込んでのしゃがみ中間体育、前に出る、しかし投げて切り返す。さあ、ここはうまく中足が強い、内方、おー、これはここは真空竜巻滅の前に。そうですね、ちょっと中足、アシュラ怪力陣が、はい、怪力陣が出なかったと。しかしそこに的確に最大反撃を受ける梅原もすごいですね。かなり難しい技術、中足払いからの転生回避。梅原はね、本当に豪気戦慣れすぎてますね。おお、ここまで来た。大足をしつかしての踏み込み中足射程。そうですね、さっきのエキシビションではあれが見えましたね。
もうとんでもダメだし、もう灼熱で燃やす。もう、ね、ここまで4連勝、内容は圧倒している。梅原、ダイボスが入る。つまき、ダイボス打ちづらい。反撃に転じるインフィルトレーション。やっぱりあの近距離波動、楽しい。またもや噛み合う。波動をなかなか打ちすぎだー。当たる。波動を解消できた。とんでもない光景が目の前に広がっている。波動だけで後半の体力削り取ったか。波動だけでしたね。まだ当たる。上をさすがに入れて、さあインフィルも打ち始めた。ドザンク金藤、ここをキープしてダメージを奪っていきたい。うまい。おお、紙一重。しかしてのダイヤシで差し足、初期打たなければ絶対にまず触れたダイヤシが差し足はチャージしている状況。インフィルトはとりあえずゲージ2本欲しいか。そうですね、ここでやっぱゲージがないのでつなげられないですね。この距離、あ、1、おー、刺した。ザク、波動前し、これ真空があるので、ね、なかなか、はい、大足どうなる。踏み込んだ。うわ、前に出て削りに行く。さあこれがこう、そうした。さあしかし梅原は真空波動拳スーパーコンボを持ち越したと。そうですね、真空があると同期はね、やっぱ外足をガードされると当たってしまうので、はい、今度台足振りづらいですよね。多分それを見越して龍、はい、はズガって言ってますね。外足ないと見越しても、ここでさあ真空は使わずにマネステの大勝利にした。直接灼熱、その時は当たらないが距離が詰まっている。スタンサス、真空竜巻パーフェクト。ダイヤシがないと見るや、はい、ガンガンラインを上げて一気に来ますね。はい、しかしインフィルトレーションを相手にこの内容を見せつけるか。とにかくこの波動拳の波動が当たるんですよね。機能の仕方が尋常ではない。大きなね、やっぱこの波動一発食らうのもね、はい、ダメージ的にはあのかなり痛いですから。うわ、勝利、これ遅れたか。パラジャンプでもあった。準備に痛い。ただし間に合う。さあ追い詰めていく梅原。フィルトレーションは苦しいか。じゃあ打つ、打ち合い、セービング、ダイヤシをとがめる。まあ大きなウルコン2ならね、ああいったダイヤシに対するセリが置けるんですよね。ミスになったインフィルも焦っているか。両者ゲージはマックス。大石、こら、踏み込み投げ、しながらの裏に回っている。アッパー真空、灼熱真空、灼熱、4ゲージ放出、大放出で6本目。